比谷の話して、日比谷ね、別に話すことねえな。日比谷高校は俺結構浮いてたからね、学年に省かれてたっていうか、あいつはやばいみたいな、なんかサイコパスみたいな、怖いみたいなこと言われてね。俺第一印象で嫌われる能力すごいからさ、でも関わっていくとね、俺っていいやつでね、可愛くて人間味がある人なんでね。でも YouTube 見てるやつらって多分そこら辺の友達より俺のこと知ってるからな。そう、まあ俺嫌われ慣れてるからね、その第一印象で嫌われて。だから森山も俺のこと超嫌いだったらしいしね、そっから仲良くなるやつって多いからさ、別に嫌われることに何も思わないかな。特に女の子に嫌われることに関してはマジで何にも思わないかな。周りは常に勉強してた。周りはね、もうほんとガリ勉ばっかだったな。なんか英語のテスト、小テストみたいなのが毎回あって、それの勉強してないとか言って、なんか休み時間に泣いてる女とかいてね、ちょっと引いてた。0点でも卒業できんのに。どんな勉強してた？俺高校の時は本当に勉強してないな。なんで日比谷行ったか、俺が受かってたのが、あの学院、早稲田高等学院、あの早稲田そのまま行けるやつで、でなんかそこ行ったら早稲田になっちゃうじゃん。でも俺早稲田そんな好きじゃないからさ、なんか日比谷行ったね。てかその時の塾の先生に、あ、お前は東大に行くべきだから日比谷に行きなさいみたいなこと言われて、で今思ったら合格実績が欲しかったんだと思うんだけど、それで俺はまんまと日比谷に行った。でも日比谷行ってよかったと思うけどね。でも結局一浪して早稲田、しかも中退。難しいね人生って。さなぎとの出会い、さなぎとの出会いは日比谷だから、さなぎもでサッカー部で同じだったから、それ以外ないね。別に高校の時そんな仲良くなかったよ。大学入ってからなんかめっちゃ仲良くなったって感じかな。なんで仲良くなったんだっけな。パチンコ仲間だったんだな。うん、もうギャンブルする時はさなぎみたいな、麻雀パチンコみたいな、そんな感じ。さなぎも親友だよ、もちろん。